あげるのもいいかなって感じね。やべ、ごめん、ちょっと一回こっち行くから拾ってください。どうも、山谷織部です。本日の決まはこちら、荒巻き砦。使用可能武器はプライムシューターバリアブルローラー S ブラストリッター 4K ですね。はい、塗りと機動力を控えに、火力と射程を手に入れたちょっといびつな編成ですね。はい、まあなんかいいように聞こえた人もいるかもしれませんが、荒巻き砦でかなり機動力大事なんで、まあちょいちょいしんどかったかな。一応観察させたけど、はい、最初は満潮、満潮の時はもうリッターはもう上から、よっぽどのことがない限り上からこの スコープついてないけど戦えばね、いいんじゃないかなと思います。よいしょ、 OK、 ナイス。待って、ごめんね、インクがないんだ。よいしょ、爆弾やったりヘビやったり鉄板やったり、よいしょ、ちょっと前で倒しすぎたかな今。よいしょ、ほい、あとはね、今回まあさっき言った通り塗りがきつい編成なんで、ダイバーいたらね、ダイバーも別に僕はお尻向けてくれたら嬉しいけど、お尻向いてないので倒せないです。よいしょ、当てといたけど、ダイバーとかね、リッターで2回で抜けるから、まあ個人的には1回どっかで当てとくとこもありかなと思う。で、射程長いんでね、弾拾いもしっかり見てあげて、コンテナ近くでね落とすのに協力できると納品もはかどるんじゃないかな。待って、雨が痛い、雨がめっちゃ痛い、雨がめっちゃ痛い。回復して、まあこいつも2回当てれば倒せるんで、しっかり見て、よいしょ、 OK。 上で遊んでただけだったな、ごめんよ。はい、膨らましてほしい。ほい、ほっ、ナイスクリア。はい、次第2ウェーブ、次はプライムシューターだね。はい、プライムはまあ遠征ができる数少ない武器かな。なので、あっちに湧いたタワーだったりとか、柱とかやってあげるといいと思う。ただ今回光映え、光映えローラーいるんで、基本はこのスロープで戦ってあげるといいと。ただスロープでね、どうしても拾えないイクラとか出てくると思うから、そういう時は、セミをしてねあげるのもいいかなって感じね。やべ、ごめん、ちょっと一回こっち行くから拾ってください。よいしょ、納品しといてもらって、で、危険間だから8秒交代ね。よいしょ、すぐ戻る。まあ金鮭ばっか打っていればそんなにやれることないけど、ただね、たまに後ろから来るから、よいしょ、しっかりね引いてあげるといいんじゃないかなと思います。でソナーもあるんで、よいしょ、よしよしよし、ここいる間に立て直しをしてもらえてそう。 OK、 44秒だね。へいへいへい、下に降りないようにしっかりこうやって降りてもらって、はいはいはい、いいね、拾いますか。弾拾い取られちゃったな、あ、いいでしょう。 OK、 どっち行く、後ろから来ない。 OK、 あと5個だから、ちょっと納品してもらって、で20ね、あと1個。 OK、 納品完了、素晴らしい、お上手だね。1回ちょっと危なかったタイミングがあったけど、まあ消え間の光灰とかやったらね、人がちょっと多めに死ぬことはある。あとね、この後ろから来る鮭を受けるときはコンテナのこっち側いると、ここには来ないからね、おすすめ。はい、第3ウェーブ、バリアブルローラー、お、また特殊ウェーブだ、次干潮だね。はい、こいつの役割は雑魚処理と、雑魚処理と、ヘビ引いたりとか、なんかそんな感じだけど、はい、今回は運び屋なんで、まあ雑魚をコロコロしていきますか。運びながら、ごめんね、かぶっちゃった。運びながら、射程はあんまりないから、まあ、縦振りしてもいいけど、よいしょ、なんか湧いた小物をね、処理しながら、みんなの納品をアシストしていこうかなと思います。よいしょ。さて、はい、
って言いながら離れていっちゃうと僕なんか雑魚処理も何もないんだけど、まあ納品するのも大事だからね。ふい、いいね、返すのが早い、素晴らしい。さて、まあコロコロしながらだったら普通のシャキは倒せるし、よいしょ、おーっとっとっと、取れてない。たまに縦振りになるからな、この辺僕の連動が足りないよね。よいしょ、着地する前に振っちゃう。おー、いくらが取れてない。えい、さてあんま働いてないけど、働いてないように見えるだけだからね。おい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 、よいしょ。さて、納品はクリア。あと、まあ、39個ぐらいまで入れとけば安心ではある。入れとこ、ちょっと早かったかもしれん。おわー、ごめんよ、さっと納品したいのであれば。オッケー、まあみんなもねスペシャル余ってますよね。いいね、上から3個降ってきた。レイズ、はい、ネスクリア。お、この音まさかお頭鮭の音出たー、タンコブ出てるやつー。はい、ジョー君討伐するのちょっと苦手なんですけど頑張りたいと思います。最後はなんだろう、エスプラスね。オッケー、お、最初僕ね、どうで、初手は投げた方がいいって聞くけど、干潮の場合はなんか広いからちょっと近づきたくなっちゃうのかな。こう近づきになりたい気持ちが抑えきれんかった。おっ、オッケー、助けたのは僕じゃないけど、雑魚処理しながら、あ、やってくれるな。じゃあ僕も倒すわ。はい、投げて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 、えい、どうだろう、13枚とか欲しいけど、あんまり上で13枚取れた試しがないんだよな。これはもう本体でいいや。ごめん、これはちょっと一旦こっちに避けといて、そのこの後多分当てやすいんじゃないか、左に来たから。よいしょ、ほい、よいしょ、まあどっちに行っても、よいしょ、多分斜めだったらこっち側ね、頭出し、頭じゃない、タンコブ出してくれるから、よいしょ、まあ12枚ゲットできそう。ナイスー。はい、ということで本日も、聞けまでお頭までね、見事倒すことができました。ナイスクリア。ということで本日のキマはこれにておしまい。次回ナンパ船頭メラコでお会いしましょう。みんなも金鱗ゲットじゃぞー。